証券コード7814日本総発グループ今日はこちらの紹介をします証券コード7814日本総発グループは印刷事業を中核とし専門領域としてデジタルコンテンツ開発プロダクト開発セールスプロモーション開発という事業領域とこれらを支えるクリエイティブ部門を持つ作る力が集まったプロフェッショナルグループと企業ホームページで紹介されていますそれぞれの領域でベストを尽くしクライアントの課題解決要望に応え各領域を横断し豊富なノウハウと高い製造技術を合わせた新しい価値を提供しているようです権利 は3月6月9月12月そういつもご紹介している四半期配当銘柄なんですねもうこうやって紹介している間にも今月6月末には権利確定日を迎えますこの銘柄エンドレスで届きますね気になる現在の株価はこちらですでは早速開けてみたいと思います 中にはもう何も入ってません。中には、1、2、3、3つの書類が入ってました。まずはこちら。マイナンバーの届出に関するお願いですね。こちらは割愛します。そして、こちらとこちら。じゃーん第一支援機。 いいですね。この第一四半期って書かれてるところはいいですね。四半期配当銘柄ですね。所有株式数は100株1株当たりの配当金は2.5円配当金額250円所得税住民税が引かれ物価受け取るのはこちらの可愛い,いですね200円です。そしていつも通りこちらの配当金領収書を持って郵便局に行ってこの200円もらってきます。まあ、200円とはいえ 今時ね100万円を1年間貯金してたとしても10円から100円しか増えませんからね。万円で200円で これが四半期配当なんで4回来るってことになると結構いいと思うんですよね。まあでもね、株をやる以上トレーダーとして言わないといけないのがどんなにね、少額の金額であったとしてもリスクは負いますので先ほどのチャートをご覧いただいて分かる通り300円からね、ぐっと右肩上がりで値を上げて今400円近くになってるんですけどもそれでも安くて買いやすいと僕は思ってます。ただね、その4万円ですらリスクを負うことが嫌だ。最悪ね、紙切れになるかもしれないっていう不安がある方。まあそういう方はね、株やらない方がいいと思います。トレードに向かないと思うんで、まあ、しっかり貯金してね。 まあ10円でもいいからコツコツと10年間で100円増えます。これはノーリスクです。紙切れになることも絶対ないです。なのでそちらの方がいいんじゃないかなと思います。僕はね、結構楽しんでやりたいタイプなので、まあこうやって4万円でね、封筒を開ける楽しみがあったりとかするんだったらいいかなと思ってやってます。今月もね、この銘柄しっかり仕込んでるので、次回またまた届く通知が楽しみです。以上、今日も超ハッピーなカズでした。s e e you!